はい、皆さんおはようございます。本日ですね、2022年、7月7日七夕の、ライブでございます。西日本大水害からね、ちょうど、4年が経って、その明けた朝でございます。まあね、4年前の今の時間帯ね、もう壊滅的な被害がね、この広島4区も含めて、もう広島4区中心にね、出てたということです。この広島4区ね、広島県内でも一番ね、やはり被害が大きかったんじゃないかなと思います。東広島市、それからもちろんね、秋区が、20人亡くなられましたし、そして坂町、そしてね、熊野町、あるいはね、さらにはね、海田町、この海田町でもね、亡くなられた方がいらっしゃいます。こういうことでね、4区ね、中心に大きなね、被害が出たというね、その日であります。まあ本当ね、防災対策、本当にね、待ったなしでね、やはり気候変動対策とね、セットでしっかりね、やっていかないといかん。ただそのね、気候変動対策ももちろんね、その原発なきね、気候変動対策、ね、これですよね、脱原発グリーンニューディール、こういうことをね、しっかりね、やっていかないといけんということですよね。まあ、原発もね、実際にはお湯をね、ものすごい放出したりしてるし、まあ、輸入エネルギーですからね、結局ね、ウランはね、まあ、核燃サイクルっつったってね、またものすごいね、コストがかかるだけで、核燃サイクルっていうのはね、コストがかかってるってことは、まあね、それだけいっぱい石油とかも使ってるって証拠なわけであって、全然ね、クリーンじゃないと。まあ、そうなるとね、レア新選組の言うようなね、グリーンニューディール、これをね、しっかりやっていく。ただしね、原発からやめるときはね、国有化してね、財政出動で国有化してね、まあ、電力会社の社員の方もね、雇用を保障すると、ね、そういうあれですよね、まあ、一つね、そして、まあ、防災対策をね、しっかり充実させていくと。まあ、西日本大水害のときはね、もっとたくさんのね、ボランティアがね、県外からも来られましたけどね、まあ、そういう構造にはもうね、例えば今ね、大水害起こったとしてね、じゃあコロナのがまた増えてる状況でね、ボランティアをね、例えばね、じゃあ北海道や東京や、まあ、神奈川からも来られてるかな、そうやな、あるいは沖縄からって ね、お呼びするわけには、ね、いきませんよね。まあ、そうなるとやはり、ね、実際国のやっぱりそういうね、防災の携わる公務員っていうのをしっかりね、増やしていくっていうことがね、もうこれはね、大事になってくるということですよね。まあそういうことをね、令和新選組ね、財政出動でしっかりやっていきますんでね、令和新選組、特にね、辻ね、めぐみにね、ぜひ何卒ね、やっぱりご支持をね、特にね、よろしくね、お願いしたいというふうにね、思い次第でね、ございます。本日はね、7月7日、ね、この時間帯にね、ようやくね、西日本大水害の被害がね、いろいろな報道をね、され出して、いう段階にね、4年前になりました。まあ、本当、壊滅的な、ね、被害の時っていうのはね、そこの被災地の現場の人ってね、何が起きてるかね、実際にわからない。ね、電気もね、停電して、そういう状況でね、被害も把握できないっていう状況があったわけでね、まあブラックアウトですよね。本格的にね、被害ね、分かりだしたのは7月7日ね、そして8日っていう感じだけどね、まあそれにしてもあの時のね、安倍晋三さんはあまりにもね、お粗末だったって感じですよね。まあ令和新選組はね、緊急事態条項を含む憲法改悪もね、これ反対なんだけども、やっぱりその、あの時のね、
災害があった後もね、どんちゃん騒ぎのね、安倍晋三さん、あんな男にね、じゃあ、独裁的な権力をね、渡してね、じゃあうまくいくの、危機管理アップするのって言ったらね、するわけないですよね。そういうことですよ。やるべきはね、今申し上げたようなね、具体的に、ね、危機に対応してね、財政出動でね、執行体制整備していくってことだと思いますよ。災害に強い街づくりをしていくとかね、ちゃんとね、人にも投資していく。ただコンクリートも人もっていうのがね、僕ら令和新選組のね、政策でありますからね。まあ本当ね、今まで削りすぎたね、そのツケをね、ちょっと払ってね、しばらくやっぱこう財政出動でね、しっかり防災 ね、工事もやるし、工事もやるしね、人もね、充実させていくと、そういうことがね、今ね、大事なんじゃないかなと思うしね、それによってまたね、安定した雇用が生み出されればね、またそれはそれでいいじゃない、ね、経済も回ってくるし、そう思いますけどね、ちょっと今ね、そういうことでね、あと残りね、選挙もね、あと3日ですけれどもね、令和新選組ね、比例は令和をね、よろしくお願いいたします。ね、脱原発グリーンニューディール、そしてね、防災対策充実、そしてまたね、もちろん消費税廃止、そして学費無償化、ね、そして給料ね、ガツンと引き上げる、一票はね、令和よろしくお願いいたします。まあ本当ね、ここのとこ蒸し暑くてね、ニューヨーク会場の仕事なんかさせてもらってるけど、もうたまらんよね。まあ県庁の時に比べても、そりゃさ、給料低い割にね、仕事はきついわ。だからといってね、じゃあ公務員を下げろと、そういうことは言いませんのでね、ぜひともね、まずね、介護や保育をね、公務員並みに引き上げていくと。これがね、我々令和新選組のね、考え方でありますからね。ぜひね、比例は令和、よろしくね、お願い申し上げます。ということでね、まあ、一般労働者の立場としてね、そういうことをね、言いたいわけですよ。ね。他の政党っていうかね、特に一番大きい野党ってさ、今まで何してくれたのっていう部分もありますよね。それからね、大きい労働組合もね、何がね、ちゃんと彼らやってくれなかったからね、俺たちの給料低いっていう部分も多々あるわけだからね。やっぱりガツンとね、頑張る野党をね、今回もね、伸ばしてほしいなと思います。比例代表では特にね、まあ、1人区はね、しょうがないにしてもね、比例区ぐらいはね、ガツンと物を申すね、政党をね、伸ばしていただいて、それでね、岸田さんに対してね、軌道修正をね、かけさせていくと。これがやはりね、一番大事なんじゃないのかな、ということをね、思いましてね、私たちね、令和新選組、そしてね、私、佐藤修一、本日のね、ライブをね、終わらせていただきます。まあ、今朝はね、解体機のね、一駅の北口でね、辻井ね、めぐる候補のね、比例候補のビラ配りもね、させていただきました。またね、明日以降もね、よろしくね、お願いいたしますね。明日はね、昼間はね、朝南向かうか、そしてね、また夕方はね、県庁前でね、ビラを配る予定にしておりますのでね、ぜひね、よろしくね、お願い申し上げます。それではね、皆さんもう職場に、介護現場の方に着きますんでね、それでは皆さんね、これぐらいでね、失礼させていただきます。最後までご協力ね、ご清聴誠にありがとうございました。